皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の堀です。本日はミネラルについてお話ししていきたいと思います。まずミネラルとは何なのかっていうところからお話ししていきたいと思います。ミネラルというのは5大栄養素の中に含まれている一つになります。5大栄養素というのは炭水化物、タンパク質、脂質、これが3大栄養素と呼ばれるものなんですけども、これに加えてビタミンとミネラル、この2つを合わせて5大栄養素というふうに呼んでいます。数ある栄養素の中でも5大栄養素とまで言われるということは、体にとっていかに重要な栄養素であるのかということがお分かりいただければなと思います。ミネラルはビタミンと同じでカロリーを持っていません。なんですけれども、摂取することで体の機能を調節したりだとか、人間の臓器や細胞の活動をサポートしたりするなど、すごく重要な役割を担っています。1日に必要な量というのはとても微量ではあるんですけれども、不足してしまったりだとか、逆に取りすぎてしまったりすると体にとって様々な不調が出てくる栄養素になりますので、それぞれのミネラルの持つ働きと注意点とか解説していけたらなと思います。物質としての大きな区分けで見ると、ミネラルっていうのは自然界に存在する、岩とか土とかそういったものに含まれている元素になります。地球上に存在する元素っていうのがだいたい100種類以上あるというふうに言われていまして、その中から水素、炭素、酸素、窒素、この4つを省いたものを無機質というふうに呼んでいます。その無機質のことを栄養素の面でミネラルというふうに呼んでいます。100種類以上あるうちの4種類を省いた百何十種類以上ある元素がミネラルと呼ばれるわけなんですけれども、その100種類全部私たち人間が取らなければ生きていけないのかといったら、そういうわけではありません。私たちが生きていく上で必要とされているミネラルは現在16種類あるというふうに言われています。この16種類を必須ミネラルというふうに呼んでいます。必須ミネラルの中でも主要ミネラルと微量ミネラルというこの2つに分けることができます。まず主要ミネラルに分類されるミネラルが全部で7種類あります。ナトリウム、マグネシウム、陰、硫黄、塩素、カルシウム、カリウム、この7種類が主要ミネラルという仲間に分類されます。残りの9種類が微量ミネラルという分類をされるんですが、微量ミネラルという名前がついているように必要な量がとても微量なミネラルであるよっていうところが特徴になります。こちらに分類されるのがクロム、マンガン、鉄、コバルト、銅、亜鉛、セレン、モリブデン、ヨウ素、この9種類が微量ミネラルに分類されます。今お話しした必須ミネラル全部で16種類あるんですけれども、その中で日本人の食事摂取基準として1日に必要な量が定められているのが13種類あります。で、今お話しした16種類の中からコバルトと塩素、硫黄、この3つを除いた13種類が食事摂取基準の基準が定められているので、今回はその13種類に着目してお話ししていきたいなと思います。大前提としてミネラルは私たちの体の中で合成することができない栄養素なので、体外から取り入れる食事でしっかり摂る必要のある栄養素になります。ここから13種類のミネラルについてお話ししていくんですが、ミネラルもそれぞれ特徴を持っていまして、その中でも大きく3つに分けてご説明していきたいなと思います。まず1つ目が不足しがちなミネラル、2つ目が摂りすぎに注意なミネラル、3つ目が摂りすぎや不足の心配があまり必要ないミネラル、この3つに分けてお話ししていきたいなと思います。不足しがちなミネラルは全部で4種類ピックアップしました。まず1つ目がカリウムです。カリウムはどんな働きを持っているのかというと、私たちの体の中で血圧の調整だったりだとか、心臓とか筋肉、そういったものの収縮を助ける働き、あとは神経の伝達と細胞の浸透圧を一定に保つ、そんなような働きを担っています。細胞っていうのは中に細胞液という液体が入っていて、私たちの体の中にも血液だったり水分だったり流れてるわけなんですけれども、その水分同士の濃度っていうのを一定に調節してあげることで、私たちの体は健康に動くことができるという仕組みになっています。そんなような働きを助けているのがカリウムになります。カリウムはどんな食品に多く含まれているのかというと、緑黄色野菜、色の濃いお野菜ですね、海藻類に多く含まれています。このカリウムが不足してしまうと体にどんな影響が出るのかと言いますと、脱力感とか疲労感が出てきたりだとか、あとは食欲が出てこなくなったりだとか、そういった症状が出てくる可能性があります。病気ではないのでなかなか気づきにくいかもしれないんですが、ミネラルを不足するっていうところでも脱力感とか疲労感とかそういったところにつながる可能性があるんだよっていうところを覚えておいていただけたら嬉しいなと思います。で、一つカリウムで注意なんですが、健康な方にとっては基本摂りすぎの心配はないミネラルになるんですが、腎臓の疾患をお持ちの方に関してはカリウムの摂りすぎっていうところが注意しなければならない点なので、不足しがちでしっかり摂ってほしいミネラルではあるんですが、腎臓に不安をお持ちの方はかかりつけのお医者さんにもご相談いただけたらなと思います。で、2つ目の不足しがちなミネラルがカルシウムになります。これはミネラルの中でも一番有名なミネラルといっても過言ではないのかなと思うんですが、カルシウムは私たちの骨とか歯の材料になる栄養素です。カルシウムというのはたくさんあるミネラルの中でも私たちの体内に一番多く存在しているミネラルだそうです。私たちの体にはたくさんの骨があるので、体の中にたくさんカルシウムが蓄えられてるっていうのも納得かなと思うんですが、その点不足しがちなミネラルなのでしっかり食べ物から摂っていただきたいなと思います。どんな食品に多く含まれているのかというと、骨ごと食べられるお魚だったりだとか、あとは乳製品に多く含まれています。カルシウムは骨や歯の材料となる栄養素なので、不足してしまうと骨が脆くなってしまう骨粗鬆症の原因になります。なのでしっかり意識して摂っていただきたいなと思います。骨の健康っていうのはもうどの年代通しても重要なんですけども、特に骨が盛んに作られる成長期のお子様にとっては特に重要な栄養素になりますので、しっかり食べ物で摂取を心がけていただけたらなと思います。次に不足しがちなミネラル、それは鉄になります。これもカルシウムに次ぐぐらいしっかり摂らなきゃいけない栄養素だなっていうイメージのあるミネラルなんではないでしょうか。鉄は体の中でどのような働きをしているのかというと、赤血球による酸素の運搬を主に行っています。赤血球の中に含まれている赤い部分、ヘモグロビンと呼ばれる成分と結合して体の隅々に酸素を運ぶというのが鉄の働きになるんですが、鉄の不足といえば貧血というイメージが代表的な例ではないかなと思います。鉄がしっかり摂れていないと体に酸素が行き届かないというところで、頭痛がしたりだとか立ちくらみフラフラしたりだとか、体が酸欠の状態になってしまうので、そういった症状が出てきます。特に鉄が不足しやすいのは月経中の女性の方とか妊娠中の方はしっかり意識して摂っていただきたい栄養素になります。どんな食品に多く含まれているのかというと、レバー、動物の肝臓とか緑黄色野菜、あとは卵黄なんかに多く含まれています。鉄というのはとっても吸収率が悪いので、単体で摂ってもあまり体でうまく利用することができません。おすすめの摂り方は動物性のタンパク質とビタミン C との相性がとってもいいので、お肉やお魚とかお野菜組み合わせて鉄を一緒に摂っていただくのがとっても効率がよく摂取できますので、おすすめの方法になります。で、4つ目不足しがちなミネラルは亜鉛になります。亜鉛というのは食べたものを消化したりだとか摂った栄養素を代謝する上で必要な酵素の原料となる栄養素です。亜鉛は二枚貝の牡蠣に多く含まれている栄養素になります。他の食材でいうと牛肉とか卵なんかにも多く含まれています。亜鉛が不足することで味覚の障害が出るというふうに言われています。聴覚の機能が低下したりだとか、あとは免疫力も下がってしまうというふうに言われていますので、なかなか摂りにくいミネラルではあるんですけれども、体にとってはとっても重要な役割を担っているので、ぜひ意識して摂っていただけたらなと思います。